dark sometimes and I can't seem to find a light between the walls I built for myself right in my mind. And then you came over and you showed me love that I never had seen before. はい、皆さんこんにちは、アボカドです。今回は久しぶりにフェネック使ってソロスク行ってきました。よろしくお願いします。僕普段ショットガンばっかり使ってるんですけど、アップデートも来たし、たまには SMG で遊んでみようかなと思ったんですけど、フェネックはほんまに相変わらずのキル速です。そして忍者クラスを使用することで足音立てずに敵の背後に回ることが可能なんで、ぜひこの凶悪な組み合わせで戦ってみてください。ただこの武器あまりにも連射速度が速すぎんで、ちゃんと当てれる距離まで詰めてやらないと倒しきれなくなり、リロードを挟むんで注意してください。そして今回のカスタムはこちらです。連射速度がめちゃめちゃ速いんで、今回モッドは拡張モッドでさせていただきました。あればなんですけど、至近距離まで持っていくんで、今回スライダーモッドとかつけてキャラコンしてってもいいかもしれません。最初の方は連射速度とリコイルになれるのが難しいけど、ちゃんと武器の特徴を理解できたら、敵の枚数が少し多めでもすぐに落とせると思います。さあ武器が揃ったんで、やり合ってるところに仕掛けに行きます。敵の方ばっかり見ててマップに全然気づかなかったんですけど、クラスターストライクが来ててなんとか逃げることができました。ちょっとここは敵がいっぱいいるところなので、一気に接近してさっさとフェネックで倒していきます。アップデート入ってから犬のダメージ量や体力が高くなってかなり厄介なんで、さっさと倒していきます。と思ったら正面にプレイヤーが来たので、さっさと逃げます。こういう建物が密集して入り組んでる場所やったら、忍者クラスとフェネックがものすごい活かすことができます。忍者で足音が表示されないので居場所がつかみにくいし、入り組んでいるので出会い頭に敵を瞬殺できるので、とっても戦いやすかったです。真上にまだ敵がいるんで、倒したら速攻で逃げていきます。調子乗って突ったんはいいんですけど、変な場所に落ちてしまったんで、めちゃめちゃ頑張りました。トイボムの音が全く聞こえなかったんで気がつかなかったんですけど、ボットが引き継いできたんでめっちゃ焦りました。
いやー、やっぱり安定してる M4 はかなり使いやすいです。正直威力に関しては多少物足りない部分もあるんですけど、自分が思ってる場所にまっすぐ弾が飛んでってくれるんで、とってもありがたいです。ちょっと動画じゃ見えにくいんですけど、正面の山の岩が密集しているところに敵がいるんで仕掛けに行きます。ここで遠くの方でスモークを出して、そっち側に気を引いて後ろから刺しに行きます。スモークは着弾してからだいたい5秒ぐらいなんで、できるだけ急いで移動します。ああ、思ったよりダメージ食らったから早く建物に避難して回復入れようと思ったら、なんとこんなところに待ち伏せされてました。さあ、いよいよ最後です。残り1対1対1なんですけど、1人は僕の建物の下、もう1人は奥の倉庫にいました。トリックスターが奥の倉庫側から走ってきたんで、簡単に敵の場所を把握することができました。できるだけ最後の方までこの場所を維持しつつ、魚振られないようにするために奥の倉庫入り口あたりにスモークを出すことにしました。煙で自分の今いる位置をつかみにくくして、最終アンチでダメージ与えていってからサクッと倒していきます。よかった。なかなか出てこないんで、アンチ外耐久されるんかと思ってめっちゃヒヤヒヤしました。今回はこのフェネックと忍者の組み合わせがいかに凶悪かが皆様に伝わればいいなと思います。それでは今回の動画は以上になります。よかったらチャンネル登録、高評価にコメント、Twitter フォローお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。